110年、去年が100年 で、うん、でオクタビオパスが今年100年で、1900だから10年代世代なんですよね、うん、でそこにカミュとパスだあれと思ったのは、あの両方とも西洋的なものを抑えてはいるんだけど、そのアルジェだとかメキシコだとかそういう、あの異質な文化っていうものをちゃんと抑えた、ある意味で自覚はしてないんですけど、非常に相反的な領域を体系的に持ってる人で、それがふっと思ったんですが、1920年代に吉本さんだとかイリーチェだとかそれからブリルとかですね、そういう人たちが出てきて、でそこが価値をひっくり返すんですよね。だから論理というか構造というか全部ドーンと。それで1930年以降デルタだとか、いわゆるなんていうのかな、こうある種の、 あの表層の理論みたいな方に変わってきて、1930年、データは私が30年前なんですよ。それでだからその1920年代の人たちが、あの思想の根源的転換をどうもやったっていうね。でそれがふっと気になってて、そうするとその人たちのやっぱり青春時代だから、やっぱり戦争を経ての価値観のひっくり返りみたいなものがあるんだと思うんですけど、あの、まあ、世代論っていうのはあんまり意味がないんですが、その社会年代的な規定として、あれ1920年代思想家っていうのを非常に、あの大事にしなきゃ、大事っていうのが非常に根源的なことだなっていうのと、そこに共鳴している我々ある意味での全共闘世代なんですよね。でその後の世代はやっぱりそこへの共鳴よりもむしろデルタとかそっちの辺の共鳴が出てきて、うん、でこの辺の違いがなんか世代的な交代劇の中で、あのかなりあるのかなっていうのをちょっと直感的ですけどね、あのあれふっと感じて、ここはちょっとあれ、あのだから別な言い方すると、あの なんていうのかな、いくら言ってもやっぱり交通不可能な交通不可能なのかなっていう感じでもありますけどね。交通不可能、不可能ですね。なんもないけど、バカは永遠にバカなんだって、もうちょっとどうしようもないっていう感じで、もう疲れた僕は。バカほど自信持ってるじゃないですか。っていうのは僕はもっとバカだってことですけど。1920年代っていうと時代としてはナチスだから、ちょうどその非常に極端な激変の価値変化っていうのは青年時代に多分体験してるんですよね。まあ伝統的用語で言うと、いわゆる共産主義と国民社会主義、この2つですよね、はい、だから相当歴史的な大転換だったんでしょうけどね。フーコーなんかもここに入るんですか。入りますね。でそこにだから僕たち全共闘世代がやっぱり価値転換みたいなところでやっぱりそこへ接近していくんですよね、うん。スイスにまた行かれたって。ちょっとね、あのイチコのカラーページの取材がちょっとされなくなっちゃって、急いで、あのモネの庭園に行ってきた。あ、それでなんかね、あのブログで書かれてるね、あの観光地化されてるんで敬遠してたんですけど、行ってもうぶったまげたなと思うんじゃないですね。観光客はあれだけいても壊れない、すごい庭園。そうですね、だから場所をちゃんと設計したんです、うん、であれ住民から大反対を受けて
うん、でモネは大臣と知り合いだったんで大臣から強制的に許可して強制的に強制に作っちゃったんですよね、うん、でもそれが結局今の住民に非常に潤いをもたらしてる、うん、なんかお目にかかったことがあるような、いや、何ですか、会ったことはないです。なんか似たような方でしょ。ちょっと自己紹介でもしま、あ、私あの、あ、じゃあさ、ここ行きましょう。全員になりますか。あ、そうですか、そう、はい。全員いるんですかね。まあ、そういうような頭がいて、確かに、はい、だから全員はわかんないけど、年金生活者の早野と言います、まあ、なんだろう、まあ、新人検証論は本論の方はあのようやくこの前、この前というか読み通してはいるんですけども、あの結局頭にどこだけどれだけ入っているのかよくわからない、ところもありますので、それでいろいろ勉強させていただいております。どうぞ。はい、大島です。老年学生をやってます。まあこの講座に出てるのと、あと今後にを今出てます。以上です。じゃあ鬼丸と申します。鬼丸と申します。はい。本当ですか。そうです。はい。本当だ。ごめんなさい。あの僕はあの哲学勉強し、哲学とか、あとまあ理学とか美術理論とか、あとまあ現代音楽の作曲とか、その辺のところで、まあ、勉強してる感じで、はい、で会社員なんですけど、まあ、最近あの公共施設の民営化っていう話が結構あって、でそこのまあいわゆるコンサル、そういう会社でのコンサルをやっています。はい、してあの今ちょっと一生懸命集中的に読んでるのはあのヘーゲル の論理学 の三田石助のですね、ヘーゲル論理学研究をあのちゃんと真面目にコツコツ読んでて、今本質論のところを読んでて、僕はなかなか三田先生はなかなかよく書けてるなと評価してるんですけど、どうですか先生。あんまり僕ちょっとヘーゲルは詳しくないもんで。いや、山本先生の ご著書はあの、高校生の時に、高校3年生の時になんか自殺した少女のなんか指摘を、まあ、上さんだね、はいはい、あれをちょっと拝見しまして、まあ、初めて先生の名前は知ったという感じで、うん、はい、で、まあ、やっぱりその、まあ、いろいろ勉強してて、やはりその、まあ、いろんなちょっと問題のある友達とかもいたりとかして、それもまあ心理についてちょっと深くいろいろあの考えたところ、やっぱりそのラカンとかあの辺って結構関わってくるなっていうことを発見して、でそれでまああの石本さん の、まあ、心的現象論についてなんかも読んでたんですけど、やはりその吉本さんのその文体っていうのは自分の頭でしっかり考えてるなと思って。やっぱりなんか結構学者の文章ってなんかパクリばっかりが多くて、マニュアルチックでパクリばっかり多くて全然響いてこないんだけど、吉本さんは本当になんか本当自分の足で考えてっていうことをすごく考えて実践的だってすごく思いましたよね。それでまあやっぱり心的現象論本論もちゃんと読みたいなと思いまして、でちょっと先生の講座をちょっと見つけたので、はい、参加させていただきました。以上です。まとめました。石橋浩二と申します。仕事は、今東京都の改革団体の東京仕事財団というところで就職支援の仕事をしています。労働組合の結構やった時があって、20代か30代ぐらいですか、その頃、茶葉隆さんという人と知り合ってから、まあ、ずっと付き合いがあったんですけど、その内山隆さんが最近じゃないか、農文教から、まあ、著作集全15巻出すっていうので、ね、まあ、6月にちょっとその記念のセミナーをやって主催したんですけど、7月にもちょっとあったり、8月はなんか高橋源一郎との対談が
東京書店になるっていうのは、まあそういうそっちの方が結構最強に対応に忙しくてっていうような状況なんですけど、そんなところです。あと木端俊信といいます。遠隔のアソシエの運営委員会で、講座の全体を担当しております。鍵開け、講座受講料の収入、払い込み、そういった関係の仕事をやっております。でかつこの講座は講座担当で仕事をやっております。この講座との関係でいうと、私の分野は理論社会学です。それで、しなければいけないことですけれども、吉本が亡くなられたので、全体に渡すことができるというふうに考えています。で、吉本が亡くなった後の、一番早い世代といいますか、20代が、吉本とですね、出会うような形で巨神にですね、全体像をつかむ形で、いわば後ろ来た世代といいますか、そういう立場から読んでみたいと思います。マルクス以降のマルクス主義の理論史の中で、およびマルクス以降の理論と思想のその系譜線の中で、吉本の理論という仕事がどういう意義があるのかということをですね、順番に考えて取り出して考えていきたいと。山本さんの講座は非常に優れた講座ですので学んでみたいと、教師に学んでみたいと思います。以上です。里井です。まだかろうじて仕事をやってる感じで、特許事務所で仕事をしてます。吉本さんは若い時から読んでるんですけど、なんかあんま身についてなくて、心的現象論、特に身近にちょっと精神の病気の人間がいたりして関心を持ってたんですけども本気でちょっと読まないといけないなっていうふうに思ってて、山本さんに教えていただきながら読まれているというところです。臨床心理士の宇田良一といいます。私はやっぱり吉本さんの臨床理論で、臨床心理っていうものを、きちんとやろうっていうふうに思ってて、精神医学と臨床心理学と吉本さんの考えがどう違うんだっていうことをこうなんかはっきり、言うっていうことをやって、理論的な勉強するっていうこともあるんですが、実践の中で、やってやろうっていうふうに思ってます。柴崎です。去年までネットで動画の配信のニュースの仕事をしたんですけども、今はちょっと自分で撮りためた動画を出版社に持ってって本になるかならないかっていうふうな出版の企画みたいなことをちょっと今やってるところです。以上です。はい、ということで、今日は一番最初の目の知覚論へ戻るというところなんですけども、ちょっと全然関係ないようなことなんですが、結構例えば僕は動画で配信してるもんだから、うつの専門家ですかとかですね、なんかそんなことをこの間聞かれたりして、えっていう感じで、それで要するになんかブログじゃないや、そのだからアマゾンの感想文をひょっと見たら、超領域なんてエセ野郎みたいな感じで言ってるみたいで、なるほど、エセものなのかというですね、感じを受けてるんですが、専門だから心的世界の専門ということのその専門性みたいな意味合いっていうのは、僕はいわゆる大学のある意味での専門というですね、でその次元のことは自然科学関係はあんまりよく分かりませんけど、人文科学に関して僕ははっきり言えることは、学生が2年間毎日本気でやれば今の専門家の領域にあっという間に届いちゃうというですね、でその程度のことしかしてない。で経験実証的な形で調査で何年何十年かけていても、やってる認識の度合いっていうのはその程度のことで、
でそれは別な言い方をしますと、自分が、まあ、僕何の専門だって言われたら、キューバ教育の歴史、革命教育の歴史と、メキシコ革命の教育史の歴史っていうですね、それが僕の専門になると思うんですが、その専門は非常に僕は楽しい、面白いっていう形でやってて、でその意味、つまりその意味はないかというと、社会主義の限界であり革命そのもののも限界なんですけども、そこはもう実証的に体験的に実感して、ですね、それを世に出そうとか世に問おうなんていうふうに、全く思いませんし、そこに関する僕の思っている文献というのは相当なもんで、世界のメキシコ研究者に僕は全然劣るというふうにも思ってませんし、でそういう領域で思考を展開しても何にもならないんだというのが一点と、それでいながらその思想なり思考なりを自分の足で歩いていくときに、結構そこの判定基準みたいなものですね、確固たるものとしてあるんですね。でその確固たるもの何かっていうと、バナキュラーなメキシコの存在で、それからキューバが抱えているその場所的な文化の問題、これはもう到達不可能だっていう実感ですよね。でその到達不可能だっていう実感がバックにあって、じゃあ自分でどこまで到達できて何ができるのかといった時に、自分を取り巻く世界の相対性、自分はいろんなことに関与してるわけで、その関与してる世界の相対性みたいなところに、少なくとも3つか4つぐらいの専門的領域ですね、経済学、社会学、教育学、心理学でも何でもいいんですけど、それをもって対応していかないと、その相対性の領域に対応できないという、でそういうようなことでやってて、でそれで要するに世界水準で見てた場合、そういった思想かなり理論かなりっていうのを考えた時に、フーコーでありブルデューでありイリーチでありですね、でそして日本では吉本さんと、で吉本さん以外に誰かいいのかとか、どう考えてもやっぱりいないんですよね、いるようでいない。で上着いたところではいくらでも唐谷公人とかなんかそこにいますけども、全然思考の深みが届いてないっていう感じがしてまして、それで僕は僕なりの吉本さんやその世界線を踏まえながら、その全体領域のところをこうやっていくと、でそこのところが今日のところにちょっと引っかかってくる、別な言い方すると、その目の近くのがなぜこの序説と本論との間の中にポツンとあるのかっていうですね、ここのところにも引っかかってくるんですけども、世界が見えないとか、この人何言ってるかがなかなか見えないとかですね、そのつまり視覚的に比喩で、この中にも出てきますが、その観念によって了解する域を何て言うのかな、見える見えないっていう言い方でもって判断してると。ですからその 目というものと、それから視覚というものを通して、そこに思考というものなり、あるいは心的なものが関わってくるんだ、観念的なものが関わってくるんだっていうところを吉本さんなりに多分整理したかったんだと思うんですね。でところが別な言い方をすると、どうもそれは視覚の問題ではないんだっていうことに、多分直感的にか必然的にか気づかれて、でここで話を多分切っちゃったんだと思うんですけども、ものが見え、これ別な言い方をしますとね、いつか僕は可視性と不可視性みたいな形で、なんか早稲田で講演頼まれて話した時に、盲目の人が聞いてて、その不可視ということで見物が見えない感じないということは差別だっていうふうに僕を批判されて、でその批判に対して僕を言ってることは、そのたかだか我々はその視覚判断でしか物事を思考してないんだと。で視覚判断でしか物事を思考してない時に、
その不可視の領域に大いなる可能性があるという形で物を見てるんだって、その見えないからダメだっていうことを言ってるんじゃないんだっていうようなことをですね言ったら、まあ、少しちょっと納得してくれたような、してくれないような、あの感じがありましたけども、その見える見えないというところで、あの判断されていく目の問題っていうことがちょっと一つ あるんだと思います。で、すごくちょっとややこしいんですけども、それはもうすぐ今度子ども吉本さん画家の例を挙げてますが、僕は今非常に関心を持ってる画家は、これ前からそのずっと気になってるんですけど、モネの印象派 の描写の仕方なんですね。で、まあ、その日本の神聖っていうところで画家たちがいかに物を変形してるかっていう、対象を変形してるかっていうことを述べたんですけど、そこのところが、僕の方の領域ですと述語的表現、述語的表出というふうに言われる域の問題で、それは対象と主体との関係の問題ではないということですね。でそこの領域がどうもあって、でそこの領域のその問題、それちょっと別な言い方すると、サブジェクトを主観と訳した時に、その主体の主観的心情のところでの領域の理解の仕方と、それからそれがもう少し主体という形で身体まで含めた領域を持って、つまり身体的な動作の動きですね、そこの領域まで持って対象をに関わっていった時の、その対象との関係っていうのは、どうも日本人っていうのはどっかで識別してる、西洋人っていうのはそれ識別してるようで、僕識別してるように見えないんですけども、主観と主体の一致の同一性の度合いを西洋的思考ってやって厳密化していきますので、そこのところ、なんか日本人はですね、そこで主体と主観をどっかでこう識別してて、その識別した時に対象の見える領域ではだけじゃなくて、見えない領域までを理解しようという形での対応の仕方を日本人はなんか取ってるという感じを受けます。でそこのところが実はここ の, 光目の構造のところでは色相、つまり色の知覚の問題のところに引っかかってきてて、でここでそのカエル の, その最初 の, その例がありますけども、要するに明るい暗いですね、明暗っていう領域と、それからその明暗っていう領域に加えて、何だったっけ、その形状形ですよね、明暗とそれから形とそれから動きですよね。でそこの領域にはまらない色の領域ってのがあって、でその色の領域をその目が判断してくるということですね。でそこは心的な問題なのか生理的な問題なのか自然過程の問題なのかっていう、なんかそこら辺の識別を、吉間さんここで、やろうとしてるのかなという感じを受けます。でこれちょっとこの間全然別に、大井先生っていう介護やってる認知症関係のやってる先生の話を聞いてちょっと驚いたんですけど、視覚で、我々こうもの見てますよね、こう視覚見ててパッとこう見てるわけですけど、この時ここでここのいわゆるまさに客体物ですよ、客観的世界の領域の大体何パーセントぐらい見てるかって、どのくらいだと思います、どのくらい見てると思います、8%ぐらい
どうですか。5% ぐらいですか。やっぱり結構少なめに見積もってますよね。10万分の1ですって。それしか見てない。それで認知症の患者はその10万分の1の世界をただ失ってるだけですよっていう。だから現実身体感覚的に失ってるわけじゃない。それで人間の凄さっていうのは、それでその彼が言ったのは、こう目をつぶってこう手をこうしますでしょ。でどっちかを見る、右でも左でも。ちょっと皆さんにちょっとやってみられてるんですけど、目をつぶって両手をやって、どっちかを右でも左でもいいですから、そこをずっと目をつぶったまま見つめてください。しばらくすると何か感じます？何か感じます？感じない？あったかくかなんかなんかになってくるでしょ。感じない、感じないとしたら相当鈍感になってる。つまり、その上段に言いたいのは、見てなくたって見てるんですよって言いたいらしいんですね。つまり目の構造が見てるだけじゃなくて、そのですから触れるっていうのが直接線って言われるわけですけど、見るっていうのはある距離と感覚を置いてやってるんですが、目をつぶっても人間って見れるんだ。だから別の言い方すると、前にこの中の関係論でもありましたけど、目が見えない人でも見てるわけです。だから視覚っていう領域は、そこまでの感覚なり感性なりをあるが作用してる。だから別の言い方すると、身体総体、身体全体で見てるっていう。で僕はさらに、身体が置かれた術後的状態でそこを見てる、あるいはもう見てる、それはもう 見るとか触るとか、五感の識別を多分無意味にするような形でそこの現実と接触して触れてるっていうですね。でそういう域をじゃあ絞り込んで、目というところの視覚、だからここ視覚の近くとは言ってるんで、目の構造、目あるいは目の近くの目の構造というふうに言ってるわけですけど、目という形で明らかに限定された視覚の問題として考えると、どういうことなのかっていうことの整理をここで多分 しようとして、そことその思考なり心的なものなり観念的なものとの関係を多分掴もうと、整理しようと。運にしたんじゃないかというのがちょっと一つですね。だからもう一つですね、僕イリチロンのところでも書いたんですけども、光っていうのは、だから今の我々は光は外部から差してるっていうふうにもう大前提にとってますけども、中世以前において光っていうのは逆で、人間の中から出てくるんだ。だから目の方から光る、だから眼光が鋭いっていうような言い方に未だ日本でもしますけど、光は目の方から出るんだと、対象の方じゃないんだっていうですね。で この問題は、だから つまり光っていうのは主観的なものなのか客観的なものなのかっていうふうに還元されがちなんですけども、どうもその光っていうのは、その主観とか客観とかっていう関係性を超えたところでなんかちょっと動いてるようなですね、ものがあって、で僕はそこに最も自覚的に絵画的にだから取り組んだのが印象派で、特にモネだっていうふうにちょっと思ってるもんですから、ちょっとモネの あれをちょっと今考えるためにいろんな文献とかいろんなある素材集めてるんですけども、そこでもう皆さんご存知だと思いますけど、モネがの絵に近づけば点描ですから、点描してもモネの場合このぐらいの すごい線ですけど、長い線でギャーって書いてあるわけで、その線を描いていくと遠くから見ると真っ平らな水面になっちゃうっていうですね。でそれは別の言い方すると、吉間さんが言ってる錯視ですよね。でだからある距離を取るとモネの絵が水面 の鏡のように真っ平らに写真よりも鮮やかな水面になって、映されてくる。でさらにこの間ちょっとモネの庭園にいて、もう一つ直感的に気づいたんですけど、どうも水面の下を描こうとしてたって感じが
して、あの水面の空の方じゃなくてですね、水面の下の方を描こうとして、中の方を描こうとして、で中の方を描くことで水面それ自体を描くってことに格闘してたんじゃないかみたいなですね、ちょっとあのそんな感じを受けたんですけども、あのこれ別の言い方すると、昨日かもなんか、今ちょっとジャパニズムで、あの世田谷でやってますけど、そこの係員が、モネは日本の心を学んだんですって、なんだよその日本の心はっていうですね、で何も言ってないわけですね、日本の心を学んだ、何を学んだっていう感じですけども、つまりどういうことかというと、浮世絵や日本の画に、これもののあれでも書きましたけど、水面をに映るものを日本の画は描いてないんですよ、全然一切描いてない、水それ自体を描いてる。でモネは水面に映った世界を描いてる。西洋的なものってそこに映るも映って水っていうのは映るものだっていうのは前提があるんですけど、日本人にとってその文化的神聖としては、あの水面に映るっていう発想はないんですよね。でそれはどういうことかっていうと、水が意思を持って確実に動いてるっていう表現形態をあの取っていくんで、でこれはあの印象派がいかにジャポニズムにあの接触しようが、印象派の人たちはそこは描いてない。でそういうようなことの何て言いますか、違いの中に、まあ、文化が違うということのもっと本質として、ちょっと僕の言い方ですと、術語領域の表現なり表出のところに感覚、感性、視覚がどう関わるのかという問題があると。でそこへ関与するこの目の構造論だっていうふうに、ちょっと前置きが長くなりましたけど、なんかそんなふうにしてちょっとこう僕は見てます。でさらにこの目の構造のところなんですけど、正直言ってよく何を言ってるのかあんまりピンとこないところですよね。で、それでちょっとこの中に少しずつちょっと入って、うまくいってることとあれがつながるのかどうかなんですけども、まず最初、この目の構造のところで錯視限界っていう言い方で見てます。でこれはもう単純に明るいところから暗いところに入った時に見えない、でもだんだん見えてくるというですね。でそういった錯視限界の中で、あともう単純なもう有名なもう、こう書いたのと、これはい、これ下に後ろにいますが、この長さとこの長さは同じですよね。でこれをこう書いたのとこう書いたのではどっちが長く見えるかっていうですね、もうこれもう非常に初歩的な心理学のあれですけども、こっちの方が長く見える。でこれをだから心理学者はその心理の問題だっていうふうに言ってるけども、吉本さんはそんな問題、これは心理の問題じゃないと。でだけどここに明らかに錯視が起きる。まあ、それから同じこう円を描いて、同じですね、これちょっと大体です。でこう描いたのとこう描いたのではどっちを大きく見えるかとかですね、もう非常に単純な あれですけど、こっちの方が大きく見えるわけ でこういう錯視が起きる現象は一体何なのかと。ですから問題のちょっと設定の仕方で、なぜ錯視が起きるのかということと、それから錯視の限界は一体何を意味するのかと。でどうもある度合いがありそうだっていうですね、でこれまでいくとどうなのかみたいな。でそれでそこにアービブの何ですか、レッドビンという人が言ったんですか、カエルの網膜の現象がそこで
ちょっと例示されています。でただそこではっきり言えることは、明らかに作詞には心理的な要素は少しも介在していないということがもうはっきりしていると。でそうするとそこから 何が問題なのかというと、その4ページの下の方に ありますけれども、その人間の身体はそれ自体が自然物であるのに、なぜ自然時間と異なった時間の速度で生理過程を演ずるようになってるんだろうというですね。でだから人間は身体それ自体が自然物なのに、人間のその身体内における生理的な過程っていうのは明らかに自然の過程とは違ってきてると。まあこれ除雪でいうところの原生的阻害、純粋阻害っていうような問題ところにも引っかかってくるところですけど、その人間の身体内における生理的な過程は自然のすべての変化過程のうち特定の時間の速度の範囲を選択しており、この範囲は複雑な生体反応の相和によって決定されるある特異性を選んでいるという他はないんだっていう言い方で言ってます。でつまり心理学者が心理的な錯覚だと考えている人間の目の演ずる錯誤は、ほとんどこの生理過程内、生理過程の固有な時間性の問題に過ぎないということですね。でちょっともうちょっと分かりやすく言うと、自然過程というものがあって、でこれはある意味で対象物として出てるわけですけど、それに対して人間の側の生理過程がある。でこれも人間の身体が自然だというふうに言うんだけど、まあこれが、まあ、有機的身体と非有機的身体との違いの問題なんですけども、いずれにしてもこの生理過程とこれとの間にズレが起きるっていうことですね。でこれはその生理過程のここに固有の時間性の問題があるんです。こういう問題を立てるしか方法はないっていう、こういう言い方をしてます。でつまりなんて言いますか、その対象物がそこにあるようにその通りに見るという視覚系の機能、それがあるということは事実である。だからここにこれものがあれば、これものをがそのもの それ自体としてこれを視覚系でもって見てるということがあるという、それだけでだって。だけどその時にこちらの生理過程の中でその固有のある時間化 の過程がそこに時間性として入ってきちゃう。そうするとこれがこの通りに違って、別な何かがですねそこにこう作用してきてる。でそこにどっかに何か心的なものはあるんだろうけども、この心的なもののこの領域はこの生理過程の問題とは違う、これとは違うぞということを一生懸命ここで、掴もうとしてると、こういうことですね。でそれがその6ページにあるちょっと太字で書いてある身体の生理過程がそれ自体で矛盾を作り出すときには常に心的な過程を乱すと、こういう規定をもう設定するしか考えようがないっていうことです。で心的な過程は初めてこのような矛盾の捨て場、あるいはその干渉域として生み出されたものであると、こういう言い方をしています。で
非常に何て言うのか、つまり心理学者が言う心的過程は生理過程でしかないということを言いながら、同時に生理過程それ自体の中である矛盾がそこで作り出されてくる。そうすると、人間がその6ページの下の段ですけども、人間が生存のために寛解として選んだ自然に対する働きかけと、働きかけられ方の必然によって選ばれた目の生理的な過程の長い年代にわたる累積の結果、ある光の波長の領域だけをキャッチできるようになったと、こういうことですね。でここでは人間の目は認知できる空間性をこの可視範囲によって自分で限定していると。で目の持っている可視波長によって限定されている空間的な対象を、それにおいて見てるんだと。そうすると目による空間の限定というのは人間の生存にとって最も適性のある範囲として生理的に決められてきたということだけは確かだろうと。ですから 見えるという意識はこの空間的な限定によって初めて限定された。でそして見えないが他の知覚によって確かに存在すると考えられるものは想像の領域に追いやられるか、あるいは人格化された自然として無理に存在させられたっていうですね、こういう生理過程からの、つまり人類のある種の その生存的な領域の中から規定された範囲があって、その範囲内から見えるという意識がその空間的限定性として設定されていて、でそこに、まあ、ある意味で矛盾なりずれなり歪みなりが生じてきて、同時にそこで見えないものは想像の領域か、あるいは人格化された自然、まあ、神のようなものですけども、そういうような形で無理に存在させられたというようなことですね。で、まあ、最近僕非常にちょっと霊的な感じの人たちと接触するのが非常に多いんで、やっぱり その霊的な人たちはそれ 見える、つまり霊の存在が見えるっていうですね、でこれは我々一般人にはこう見えないわけですけども、そういうことは決して僕は否定しないんで、ある 霊的な領域っていうのを見える人は多分見えてるんだと思いますけども、でそういうところがすごく大事で、ここでちょっと面白いことは、そういった目の生理による可視範囲が限定されているということは見えないという概念に必要以上の重要性を与えることになったということですね。ですから見えないものが非常に重要な意味を持ってくる、まあ、日本の場合これはほとんど神ですけども、神の世界、あるいは霊の世界、あるいは魂なり魂の世界というようなことですね。でそうすると見えないという概念はしばしば観念的なもの、あるいは心的なものという意味でも使われるようになってきていると。で、見えないということには媒介性の問題はなくて、文字通りそのものが客観的に存在する物質という意味を持っていない。物質はここでは媒介物という位相に転化し、見えないものは観念そのものの位置を持つようになるということで、つまり見えないという領域に観念というものの領域が位置づくんではないかというのが、これちょっと一番目 論考のポイントになるとこういうことだと思います。でそしてその2の方に行ってですね、じゃあ今度目が見るという対象の中で、対象の形状や明暗や運動といったものの知覚と全く質が違うように思われるものがあって、これが色知覚だと、色だということです。で、この色覚というものはある対象をある色相で見えるということです、まあ、で単純に言えば赤い青い黄色い白いということですけども、でこれが明暗の刺激を受けるものと色相に刺激を受けるものとの違いというのが生理学的にあって、
でそこにあの観光色素という形でなんか波長がこうあるみたいですけども、客観的にこういうふうに設定されますが、ここのところですごく大事なところは、その8ページの真ん中辺にあるんですけど、光近くにおいて色覚が全可視領域からの特定な選択作用であるという理解をすることができると。ですから明暗と形態と運動だけあれば対象物の把握っていうのは十分なのに、対象物はどうして色相として、把握されるのかと。でその色相の把握というのは、世界を豊富にするというふうに考えるんじゃなくて、ここはすごく難しいところなんですけど、空間把握における欠如と考えてみるとすると、こういう言い方をしています。つまりこの欠如は光近くにおける可視範囲によってまず限定されて、しかも可視範囲の全領域を対象が我が物にとすることができないときに色相として自分を表現する結果とみなすことができると。難しい言い方ですよね。で欠如論という思考形態というのはここでちょっと吉本さんとしては珍しいなとちょっと僕思ってるんですけども、我々の近代的思考の状態から欠如というのは、そのある全体のある部分が欠落した、そこがなくなったみたいに、その非常に部分値として考えられますけども、羅漢的な発想、あるいは吉本さんがここで言ってる発想は全く逆で、欠如の方がむしろ全体であり過剰だということですね。で完成された方が限定されてるということになります。でこれはフーコも同じです。病気は欠如じゃなくて可能性が広がったというふうに逆に考えますので、欠如というのはですから光近くとして限定されたことによって可視範囲の全領域の対象が我が物とすることができないとき、色相としてそこに出現してくると。で人間は色近くを持った他の動物と同じように白色光、学校の陶魚下に置かれながら、この陶魚に対して甘美でないときに色相として対象を把握するということができると。こういうことです。ですから欠落があるはゆえに赤白青黄っていうのを識別することができると、こういうふうになるわけで、これはですね、別な言い方するとバーベニスト、一般言語学のバーベニストが言ってるんですけど、色とは言語であるという言い方をしてます。で僕もそこに基本的に賛成で、日本の場合は赤青黄なんて識別ありませんので、根性色とかですね、紅色だとか色に全部名前がついてて、その赤だら赤の色相の違いを全部こう識別していくし、黄色なんて色もないわけで、色相というものは言語として表現されていって、でこれが今近代科学の中でなんか色がいかにもですね客観的な対象物であるかのように設定されてしまってますが、本質論的には色は客観的なものではないということですね。でつまり吉本さんはここで何を言いたいのかっていうと、その色という知覚の位相は形状だとか明暗とか運動とかというものの、その物体のその動きとは違う次元にあって、その色相のところ、その色相色のところに実は視覚だけに関わらない何か別な心的な作用に引っかかってくるような、あるいはそこに関係してくるようなものがそこにあるんじゃないかということを言って、結論的には何も出してませんけれども、そういうことを言ってるというふうに思います。これ色彩論としてゲーテの色彩論、それからビトゲンシュタインの色彩論というのを2つ西洋的には非常にあれですけれども、特にビトゲンシュタインは透明と白との違いみたいなことに非常にこだわって議論してますが、それはやっぱり言語理論、言語作用の論理ですよね。で日本語で言うと
顔を真っ赤にして怒るとかですね、顔が真っ青になったとか、恐怖のあまり顔が真っ白になったとかですね、顔面蒼白になったとかっていう、でそういう形で言われてる色はもう完全に心理表現ですので、日本人が色として持ってる感覚というのは僕の言い方ですと術後的な表象形態としての心的なものの現れ方だというふうに、見てます。でこの問題非常に難しい問題で色って一体何なのかっていうあれなんですけど、日本ではですね前田宇治郎ってもう亡くなりましたけど、前田宇治郎っていう人が色々にあったきり、その前も後ろもないんですよね。そこでパッタリ途切れちゃって、そこからいわゆる科学的な色彩論みたいになっちゃってて、でこれは芸術の絵画表現 の問題から、陶芸なんかの色彩の問題から全部そうなんですけど、本当にしっかりとやんなきゃいけないっていうことと、着物の織物の染めですよね、織ともう一方の染めですけど、その染めにおける日本が果たした色の技術の凄さで、これをちゃんときちんと把握していかないと、ちょっとこれの問題は解けないだろうということがちょっとバックにあります。で、ものの日本新世でもちょっと僕色についてやりましたけど、本当に大変なことで、でさらに日本人の凄さはその色 の重ね着ですよね。重ね着で色を重ねていきながら、その全体のトーンで美を表現するということを着物の着方なんかでもやりますし、でそれから今度逆に中国の色の服装の階層を逆転させる、日本っていうのは中国で支配的な色は日本では下に位置づきます。つまり中国よりこっちの方が偉いんだということを日本は象徴的に創造的にこう作っちゃうわけですけど、この色の問題っていうのは主観的社会的文化的にも非常に単純に言うと 目の構造の問題にちょっと還元されないぞと、で目の構造に還元されると先ほど言ったような欠如 の, ところで関与していることだぞというようなことがこの2番目のところですね。で3番目のところで今度は何が出てくるかというと、いわゆる一定の微細な感覚で引かれた線の集合を見ていると、白と黒なのに波長領域の光が感知してですね、虹のような色として目に映ってくると。でこうしたことは一体何なのかということなんですけども、見えない見えるの無数の繰り返しの知覚をやってのけて、この繰り返しの感覚があまりに微細であるために、欠如の繰り返しを全可視光の波長領域でやってのけてるんだっていう、こういう言い方をしています。それから赤から青までの波長の順に並べた色紙を狭い感覚で重ね合わせると、通常の見やすい距離以内に目を近づけて両眼視すると、色を重ね合わせた部分は有色によって区別ができなくなっちゃうというですね、こういう色と色との境がなくなってくるという現象も起きてくる。でこうした錯視は一定度以下の微細な対象を人間の目は見分けることができないということに関係してて、でこれも色彩の心理的な効果と見なされなければならない事例は一つもないんだということを言っています。でつまりそういった線から色が生み出される、白と黒の線から色が浮き出しちゃう、それから今度逆に色の重なり合いの境界がなくなって有色状態になっちゃう、色が溶けちゃう、でそういった問題は目の生理的な過程の問題でしかないんだと。でこの過程の中で自然の過程と人間の生理的な過程とが時間的にズレを生じさせて、空間的には全体性と部分的な限界性との差異を持つということに着せられる、こういう言い方しかできないということを10ページの上の方にやってます。でこうやってですね、
要するに見るということの4番目ですけど、見るということの過程を目が対象物によって選択されて到達してくる光線の網膜上の受容と刺激に変えられて伝達される受容の相対を了解するという2つの過程に分離して考えることをすべきだと、こういうふうになるわけですね。でこれは単純に言うとその後の関係論のところとそれから了解論のところになるわけです。ですから対象物から選択して入ってくる受容の関係付けと、それをじゃあ刺激に変えてそういうふうに受容をどう了解するのかっていう了解過程とですね、この2過程として考えるべきだと。でですから対象の運動や変形がある範囲内の速さと幅であるときは、それを運動とも変形ともみなさないということが不確定性あるいは許容性という形で起きて、これが見るという状態の作用を作り出していると。で10ページの下の方の段の前半の方ですけど、一般的に感官による対象物の受容とその了解とは別の異質の過程と考えることができる。である対象物がそのように見えるということと見えるということを了解するということとは別のことなんだと、という形で二過程のですね、ある意味で識別とその統合作用として、ものがを見てるんだということを吉本さんは言ってるわけですね。まあ、ある意味で関係論と了解論を分節化したということだと思います。で昨日ふっと吉本龍明って吉本バナナのお父さんの思想家なんだよって、思想家って何ですかって言われて一瞬戸惑ったんですが、思想家というのは当たり前の常識を分節化して思考の新しい領域を開くことだと言っても、言われた相手は何のこっちゃか全然理解できなかったということですね。でこれが思想の思考ですね。もう一回言ってください。思想家とは当たり前のことを分節化して、で今まで考えられていなかったものを要するに考える領域に引っ張り出すこと。でそんなことしてどうするのっていうふうになっちゃう、そのままなんですけどつまり別な言い方すると、それはいわゆる専門主義的研究の過程では出てこないことですね。で経験則の結果という形でしか提示されませんから、それはいわゆる研究という禁欲性を飛び越えなきゃ出てこないん でそしてそこでその例としてこの原子というですね、幻の光の塊ですね、まあ、その光の塊を火の玉と見るのか空飛ぶ円盤と見るのか単なる原子と見るのかっていろんな人の見方があるわけですけども、そういったその光の塊が実在していないのに視覚の対象物として装うことができると。で人間の心的な世界は実在しない対象でも見てしまうということを避けられるほど完璧にはできていないと、つまり見えないものまで見てしまうという不完全性、欠如にあるということですね。でこれはUFO、僕もちょっと実験的に診断に行った時やってみたんですけど、 UFO 見たことある人って学生に聞いて、見たことある学生がどこで見たかっていうことを言わせますね。でメトバ川の北の方の浅間温泉のあっちの方で見ましたっていう。でそこでその場所で浅間温泉だから、メトバ川の北の方の浅間温泉の上空の方に宇宙飛行船が出るらしいよっていうふうにそこで集合的に確認させると、その後少なくとも10人ぐらいは必ず見る。であと3、40人に 4,50 人はちょっと 見ないですね。でそういう現象と起きますので、でこれがある種の共同観念に投与されるっていうですね、形です。でそれをその UFO はだからそこで実在してるか実在してないかというのはこれちょっと別の話で、原子の状態としてはその程度で過剰な意味が知覚に与えられてですね、あり得るということですね。これはちょっと別の言い方と、最近宇宙物のあれが多いのは、いよいよ NASA が宇宙人を公表するんじゃないかというふうに
ていう噂されてますけども、もう地球に宇宙人は入り込んでるという、で共存形態があるんで、それをあまりにもやるとショック状態になるんで、映画を見せながらですね、どん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 こう鳴らしていって、実は宇宙人は地球にいるんだっていうのを、そろそろ NASA が発表するだろうっていうふうに言われてますが、そういうような問題に引っかかってくるんですけども、メキシコ政府は UFO は存在するということを国家的原則としています。国家として確認している。だからユカタン半島のことでみんな待ってますけど、迎えに来るのそこに日本人のもう会社ごと全部引き上げて宇宙からのお迎えを待ってるという、そういうところもありますけどね。ラテンアメリカでは結構 UFO っていうのはあるという前提で全てやってます、それを共同観念というのか、あるいはここで言ったように見えないものを見てるのか、それは僕としては別にさほどの問題ではなくて、ただ大事なことはそこの対象と了解過程の時間過との間の中に起きるそれ僕はとりあえずズレって言っちゃいますけど、そのズレから表出されてくるものだと。で現代人といえどもこの種の過剰な知覚的な意味をある特定の対象に与えてしまうということから決して自由ではないということですね。でそうだとすると、目の知覚作用の全過程のうち視覚に意味を付加するというのはどの部分の過程であろうかというふうに吉本さんは問題を立てます。でつまり対象物が一旦網膜上に受容されるや否や、この意味の付加作用はすぐに始まって全過程にわたるというだけのことだと思われると。そして目の知覚作用に意味を付加させるものはいずれにせよその都度違っている個体の全体的な意味付けの意識の内容であるっていう、こうとしか言いようがないだろうっていうことだと思います。ですから感覚論ですごく難しいところなんですけども、感覚という言語に表されない領域をその意味を付加することによって言語化しますので、でそれが僕の言い方だと了解作用になる。 でも了解作用になるのは、そのような了解が可能になるのは、つまりバンベリスト的なその構造主義的な人類学的言語学的な言い方をすると、言語があるからそうなるんだというふうになる。で言語がないとそうはならないということですね。じゃあそうすると、じゃあ犬は原始を見ないのかという、象は原始を見ないのかって言って、今度は動物学上のそっちの方の問題になって、どうもいや犬も動物も原始を見るようだっていうようなふうになってきているようですけども、いわゆる原生阻害と純粋阻害ということの中で、感覚というものが言語とどのような関係を持って、そこのイメージなり意味なりをこう構成しているかっていうですね、非常にここは根源的な問題で、それが現象学の立場に立ったり、客観的な客観主義の立場に立ったりとか、いろんなその論者によっての立場の違いになってこう出てくるところだと。でただ一つ僕が確かなのは、アサリ式色彩学ってあるんですけども、そのアサリ式の色彩心理学からすると、もう色は完全に主観であるということです。ですから色盲は治ります。アサリ方式で簡単になる。で客観的な色の問題でも、身体の客観的正義の問題でもない、もう主観の問題だということですね。で例えば児童 の絵画でその分析がほとんどできる。ですごく乱暴な言い方をしますけども、例えば かなり歪償して、歪償化してちょっとやっちゃいますけどね、ここにチューリップがこうあって、チューリップの赤い花が咲いて、ここに緑の葉っぱがこうあって、
でここに蝶々が組んでると、まあ、子供の絵でどこでもありそうですけど、ね、これ一発で見ると僕なんかはすぐも分かる何を意味してるか。旦那さんのところに女が通ってるって言うんです。でこれはもう経験論的に教師たちが全部協力して全部解析してもういろんなバリエーションがありますけどね。それで予知がってのがありまして、これ確実に自殺する子供は自分がいつ自殺するかを大体予知自分で出しちゃう。それからさらにこの時これ盛岡での浅利先生のそこでやってたんですけど、あの時自衛隊機と飛行機がぶつかったと思うんですけど、あれを小学校の子どもたちのかなりの半数が予知してる、予知画を描いてたんですね。で交通事故は確実に予知されて、どこを引かれるかまで子ども予知しますから、そうすると教師はそこを注意してあげてやって交通事故を回避することはできないんですよ。ただ そこで致命傷を負うということは回避することは可能で、そこまで来ます。でこれノーベル賞ものだっていうふうに言われて、関係者がいろいろ申請してるんですけど、小学校教師だってことで誰も相手にしないというですね、状態ですね。これは浅利式色彩心理学って形でも図鑑になっても出てますので、それぜひやるといいです。子供は全部知ってます。兄弟がいないのに、二人兄弟なのに三人の兄弟、それ母親が堕胎してる。子供はそれ知ってます。それから所長なんかはもうすぐ出てきます。木を描いて赤いリンゴを描いて12個、13個目に所長です。だから10個ぐらいになるとそろそろ教師は気を使ってあげて12個13個所長それからこの肺のこの結核もレントゲンで写んなくても子供は全部キャッチできる。まあ、そんなのいろいろありますけどね。つまり僕ちょっと何も言いたいのかというと、つまり色という世界は特にその形状、これ形状とも関係するんですけど、ごめんなさい、これは女性だ、男の方はこっちです。男の花はこっちの方です。これが男です。こっちが女性です。だからこれお母さんのところに男が帰ってきてる。でこれが蝶々が向こう側に向くと男の方へ通ってるっていうのがあります。これ分かりますかね。で教師はそれを言わないでお子さんが問題だと言うけども、お母さんちょっといろいろ大変なことがあるんじゃないでしょうかって言ってカウンセリング的な対応してあげるとポロッと出てくる。これは話してるともう切れなくなっちゃうんですけど、すごいですよ。これ家を描いて、こういう家を描きますからね。もう完全に家の中で女同士に戦ってる。つまり奥さんが、お父さんに別の女性がいて戦ってる。そのうちすごい子供ってすごいですよ。ここに手が出てる。手が出てきてですね、でこの手と手で戦争を始めるんです。すげえなこの絵はっていうぐらいの絵を描きますね。ちょっと話がずれましたけど、ちょっとだからすごく大事なことなんですけど、これとても難しいところなんですが。その目の構造だと言ってるんだけれども、その色の問題っていうのはその目との問題との関係にはないですね。つまり
我々の言い方ですと、その身体的な形で受けてる感覚の領域にどうも色の色相の領域と形状の領域がどうもありそうだと。でそれはどういうことかっていうと、この絵画を描いた時に顔面投射をしてるか身体投射をしてるかって形で分析ができるんです。でそうするとそこ特にそこはあの紫の色で判明できたんですけど、例えば 歯のここを虫歯で痛いとなると、それが顔面で顔面描写で分節化したそこの歯のそこのところが紫色なんです。で発見は浅井さんの発見はその確か長女と次女が歯が痛いっていうところと、なんでこんなところ紫塗るんだろうっていう、それが発見の経緯だったんですけども、それがたまたまなんか長女と次女で同時に起きて、で別のところに紫塗って歯が痛いっていうんで虫歯のあれだっていうですね、それから紫の太陽っていう形で太陽が紫色に塗られるんですよね。でこれ父親が病的状態なんですけども、それがだんだん発見されて、そこからもうということはいろんな意味が色と形にあるんだろうということで、教師たちが協力して経験的にエンピリカルに体系化した色彩分析です。最初大学の心理学者たちがケチョンパにけなしたんですけども、最終的には大学の心理学者たちも受け入れていったっていう。僕はちょうど亡くなるちょっと前ぐらいに浅井さんにちょっと会うことができて、話聞いたんですけど、もうちょっともう老人状態になって、もう老人のおしゃべりがもう果てしなく関係ないとか言って、全然話の収拾がつかなくなっちゃったっていう、ちょっともうあこれはもうどうしようもないなと思って諦めたんですが、ちょっとそんなところですね。でそうするとそれをまとめると、そこの5番目にあります、つまり色近くですね、整理させている要素は3つだと、目の構造と対象物の構造と媒介する光線だと、こういうふうに吉本さんは設計する。ちょっと僕はそうなりませんけども、とりあえず吉本さんとしてはこうなって、で目の構造というのはじゃなくて、対象物の構造というのはどうなっているかというと、光科学的および光学的な構造だと。で光科学的なっていうのは、対象物の物質構造が光刺激によって励起状態になった時の電子エネルギーの波長振動数として、その可視波長にならなければ対象物は有色とならないっていう、非常に光化学的な電子エネルギーの波長と振動数 のところの領域だと。それから対象物の光学的な構造というのは、光学的な表面状態、透過と反射の性質が色相に影響を及ぼすということだと、こういうふうに言っています。でそれから媒介する光線というのは、白色光なのか蛍光灯の光なのか電灯の光なのかということですね。でそれによって対象物の色相は影響を受けると。でこれはちょっと僕の言い方ですと、まだちょっと近代科学的な思考形態の中で色近くを見てるっていう状態で、実はこの自然科学の問題に所属しない光と色の色相の問題が術後的に非常に構造的に根深くあるということだけちょっと言って、おきます。でこれはそこに絵画 の人たちは一番そこに取り組んだわけですね。それが絵画の歴史、それ自体をたどっていくと、この問題はまた別な形でちょっと解明されてくるというようなことと、それからこれ結果的にまだ出てきてないんですけども、じゃあ子どもの児童画でそうならば、そのいわゆる画家たちの絵の中でそれが全部表明されてるんじゃないかっていうんで取り組んで、結果的には何か成果としてはちょっと出てこないっていう感じに、先ほどの浅利式のあれはなってますね。でですから要するに科学、自然科学何やってるかっていうと、もうほとんどこの問題は困難だとやっぱり吉本さんは言ってます。で近似したモデルを作って、そのモデルによって具体的なものの色相の根拠に近づこうとするだけだと、これしかできないっていうことですね。
で、そうすると色近くの人間的な家庭はどうなってるのかと。でそれはある対象物はこのような色相で見えるが、目を窓口とする人間の身体はどういう過程を経てあの対象物はこのような色相として見えるのかと問うとき、ここに介在する困難は先の場合と違って色近くの人間的な過程がうまく理解されないところから来ており、この困難はかなり本質的だと。難しいけどこれが本質的だということですね。でまさに絵画のような芸術作品になるともっと難しくなって、画布の上には変形された形状と変化した色相でもってその対象物を描くのか、つまり描くという作業の中で変形はなぜ必然化されるのかということですね。でこうした変形がさらに目にとって何を意味するのか、でともかく意味が不活されてるっていうふうに磯野さんは言って、画家だけはこの意味の不活を画布の上で再現させて描かなければならないんだということです。で彼の意味内容が継承の偏見によって実現されるものだということだけが重要なのだまあピカソがキュビズムでどうしてああいうふうにするとかですね、いろいろあるんですけど、僕はモネが決定的だってやっぱりちょっと見てまして、で藁草のだから雪の中にある白い藁草ですね、あれを延々と焼き続けていた。そこに夕日が当たったりした時にどうなっていくかとかですね。でそれから大聖堂で大聖堂の中で朝昼晩ずっと、その大聖堂もちょっとルアンのとこ行って見てきましたけど、モネの絵とはやっぱり全然違うんですよね。でそうした大聖堂のその色の変化で、それが究極的に睡蓮 のところに行くわけですけど、でしかも対象が変形してるんじゃなくて変形してるんですかね、点描で描いて真っ平らなガラスのような面になっちゃうというですね、それが何で起きるのかっていうことですね。でそこを発見して何がどうなっちゃったのかっていうのをちょっとかなりちょっと僕はやりたくて、でそれは日本人がそのいろんな景象を術語的に表現している、つまり対象物との関係の直接性を取ってないということをモネは浮世絵だとかなんかを見ながらですね、なんでこんなことが起きるんだろうってこというようなことを考えながら、その術語性の領域に色として色と光として向かっていったんだというふうにちょっと思います。でここ小林堂の近代絵画論になって非常に科学的 なんか言い方でもって上っ面だけで述べてるんですけど、そんな問題じゃないよっていうようなことですね。でそんなところで、最後にその変形の構造という形で、まあ、そこにつまり変形がなされているだろうと。じゃその変形はまず何かというと直線だということですね。しかも平行な直線だと。でそれがいわゆる模様となって模様が直線となった形で現れる。でここで吉本さん、直線というものはほとんど取る足らない数しか見つけられそうもないと言っていますけど、自然界に直線は取りに足らないんじゃなくて全くないということですね。でここはガウディが一番気づいたところで、ですから住居の中に直線を一切持ち込まないっていう形でガウディの建築って成り立ってくるんですけども、ともかく直線はないんです。でそれを直線という形で非常に抽象的にしかも平行線として出した、これは縄文時代のそこにある第一図の模様で、これが平行に描かれたということは自然ということを表象していることになる。だから平行に描かれたのが自然で、変形の最初の意識は自然な変形ということであって、それは平行に描かれた直線だっていうですね、非常にちょっと面白いっていうのか指摘をしています。
まあ、いわゆるその直線ですね。で今度その直線が、今度斜めになったりしてその図の2のようになったりですね。であるいはその交差して5番状のようになったりとかっていう。でそうするとここに区切られたところにおそらく立体的に切り取るという方法を獲得したんじゃないか。で模様の意識に現れるですね立体性というのはこれとさらに違ってですね、模様はそれ自体が一つの抽象であり自然物からの高度な抽象を成し得るような意識が生み出したものだと。ですから模様に現れる立体性ということは自然の一部を機能的に切り取って汁を飲む器や土器を作るといった場合の立体性とは全く異なった次元に属していると言っていいという。でつまり別の言い方をすると、指示性の有用物として作られた器の立体性と模様という形で、切り取られた立体性は全然違う異なった次元にあって、で模様は再構成された創造的な自然であって自然だけども再構成されているものだと。だけどなんかそこでさっぱりしないって言い方をしてます。どうもさっぱりしない。で目の近くっていうのはこのさっぱりしないところをですねさっぱりしたいという感情を誘引して近く域に導きていってんじゃないかっていう、全然さっぱりしないことを言って怒ってます。これが目の近くのところの議論ですね。ですから非常になんか結論も出てないし、またコードしか言いようがないというようなところで、でまあとりあえずその後の、まあ、身体論の後の了解論と関係付けのところのと目のその需要と了解の域とそれが思考や観念の領域にどうも関わってきて、なんか自然の整理過程なんだけど実は自然の過程にはまらない。なんか人工的創造的なものの自然というのがそこにこう構成されるみたいなですね、なんかそういう議論になって、いるという感じを受けます。ありがとうございます。はい、よろしいでしょうか。ここ少し論点をですね深めていきたいので、いくつかその解釈を示して検討事項をその前にちょっと大枠の話で、今山本さんが言われたことの中で、私は山本さんが現象学的な立場と客観的な立場っていうことを言われたところをもっと強調したいっていうか、吉本さんの中にあるのは唯物論と関連論を超える形で、自分が、心的現象論を構成したいっていう気持ちがものすごく強くて、それでこの目の知覚論っていうのはその、関連論と、唯物論を超えるという方法論を、コンパクトに最初に示したように読めて、それでその目の構造の1のところで何言ってるかっていうと、心理学は錯視っていうものを、まあ、そういう言い方がいいかどうか分からないけど、関連論っていうか心的な過程として見るけど、で違うよと、ここは唯物論的に見るべきだって批判して、それで、生理学は、生理学は目から入ってきたものを再構成するっていう、その再構成っていうことをまるで唯物論のように扱うけれども違う、それは再構成するという心的なプロセス、関連論的な、観念を導入しないと生理学っていうのはダメなんだっていうことを1番で言って、それで2番3番のところは色知覚の話になるんだけども、2番のところでは色知覚が、形態とか明暗とか運動と一体化して出てくるっていう、そのところはやっぱり、心的な関連論的な、導入しないとそこは、分からない。それから3番のところは色知覚は、作詞っていうのはやっぱりそれは生理的プロセスで言えば唯物論的に、見ないといけないねって言って4番のところで関係と了解っていう考え方を出してきて、関係と了解っていう中に変形という問題、知覚の変形っていう問題は、生理的な、変形もあれば関連論的な変形、唯物論的な変形を両方
あるんだって言って、5番6番で領海の変形という問題を扱うみたいな、吉本さんにしたらここはその方法論を俺はこれでいくぞみたいなことを言いたかったんじゃないかなっていう気がするんですけども、いや間違ってないんですけど、つまりそれちょっと領海の問題に引っかかるんですけど、そこで有物論だ観念論だっていうね、別な尺度で説明してる時に、それは吉本さんが直面してる対象の問題に直面してるんじゃなくて、それを理解しようとする人間が理解するための手法の中で組み立てる問題なんです。だからその宇田さんのそれがいつも分かりやすいことにはなるんだけど、それは僕から言うとひたすら吉本から遠のいていくと。でつまりどういうことなのかというと、つまりその問題ではなくて、対象の、つまり色相であるとか、それから模様であるとか、そういう対象のものの領域にその人間と言えない、あるいは身体とも言えない、目とも言ってるけど目とも言えないような、そのこちら側の関与はどのようにね関わって、そこからその欠如なり過剰なりがどのような素材を生み出すかっていうところを吉本さんは考えてるんですよ、ね、だから僕はさらに吉本さん言うのは分からない言い方になってくるんだよ。だってその問題の本質領域を理解したい、解明しなきゃいけないわけだから、それは何ていうのかな、だから吉本さんが直面した問題じゃないんですよ。分かる。私がそういうふうに解釈してる。宇田さんじゃないんですよ。僕から言うと宇田さんは読む読者に向けてやってるんですよ。さきさん、山本先生がおっしゃった話っていうのは、その心的現象論除説を読んだ時に、その、まあ、あるもの X みたいなところで、なんかこの辺でもなんか分かんないけど何かある的なものを僕は読み取ったんですけど、要はそういうことそうなんですよ、そこもこういう図なんか使ってなんかもやもやとしたつかみようもないね、そこでどうしていったらいいのかっていう葛藤してるんで、そういう言語化できないんですよね、だからそこの挑戦は何でも言うけど、その研究者であるとか専門家だとか、いうような人には全然了解から外されちゃってる、ところが人間だから我々生きてる生存してるっていうところにいたら、実はそこで生存してるわけですから、テキストの即座だし、まずその目のこの 1から入りたいなと思うんですけど、これもその方法論の仕方があると思うんですけど、まず方法論に関して限定すると2ページの下段の一番最後のパラグラフで、いわゆる経験科学的な分析っていうのを参照するというふうに述べているので、一応まあちょっと読んでみますが、現在までのところ目の精細について最も詳細な追求がされておりませんが、私の知識内ではレッドリンダーの海の四角形についての研究であると述べて、一応当時の経験科学的分析の、まあ、最高水準を参照した上で行うのは、目の生理作用について踏まえた上で目の知覚に関する量の分析を行うと。ではそのここでは一体問いは何かということになるんですけど、問いはいくつか部分的に出されているので、差し当たって1だけにその限定するといくつか問いがあるわけですね。ではどういう問いかというと、3ページの下段の、
第2パラグラフをちょっと読んでみたら、ちょっと読みますね。これらの分で示された機能によって神経節によって目が見た対象の網膜上における空間形態は選択された刺激を脳の視覚中枢に送る。視覚中枢はどのようにしてこの選択された各機能ごとの刺激を再構成して見た対象をその空間形態として意識値にするかこの研究から不明であるというお考え。ちょっと一旦ここまでもらうと、一応ここまでの論述では経験科学的な分析のいわば理論的な言明によって限界線というのをこれ一旦引いてあると、この研究から不明であるという形で限界線で、その後に問い出すわけですね。ちょっと言います。人によってはこの再構成の作用を無視して目の近く作用を取られるかもしれないが、この後ですね、この再構成力は何によるのか無視すべきでないはずである。しかしこの問題を差し上げたここではやはり不明ですよと述べてますけどね、一応ここでの問いはこの再構成力は何によるのかという問いが根本的な問題として提出されている。で、とすると我々はこれを受けた上で解釈を遂行するわけだけども、この再構成力は何によるのかっていうこの問いの内部にすでに理論的な前提が入っている。前提というのは再構成力なしは構成力というものをいわば理論上の予見としておいて、その上で予見というのは存在しているというのを置いた上で構成力なしは再構成力というものを問うている。その問うているというのは構成力というのは一体どのように働くのかという問いはしていないが、この構成力は何によるのかという問いによって問うている。そうすると非常に根本的な問題は、後の部分を先回していると、ここで先回していると、自然過程と心的過程というのを区別した上で、心的過程を構成なしは再構成、および構成力なしは再構成力という形で捉えている。とすると、このいわば、あらかじめ持ち込んだこの概念、構成力なしは再構成力なしは威力をつけなければ再構成なしは構成、これは一体どういうその概念の系譜をたどることができるかっていう問題を立てなきゃいけないよと、それもちょっと後でいくので、とするとですよ、次に作詞についての問いを述べているので、作詞に対するとは次に来るわけですね。具体的にはこう言ってますね、この種の目が行う錯覚は何に基づくんだろうかって問いがあって、その対する回答は次の4ページの上段であってる。で、この説明を始めます。でその下で再度また問いを立てて、前の問いはこの種の目が行う錯覚は何に基づくだろうかっていう問いに対して説明したわけで、もう一回別の問いを立てて、それは4ページの下段ですね。前、4ページの下段の前から3行目です。ここです。人間の身体はそれ自体が自然物であるのになぜ自然時間と異なった時間の速度で生理過程を演ずるようになっているのだろう。でこれがいわば先ほどの錯覚は何に基づくだろうかという問いに対して一旦それに対する説明を受けた上でもう一回再度説明を受けた上で問いを立てて、ところでこの問いは適切な問いだろうか、つまりこの問いはどうも意味が不文明である。この問いはどういうことかというと、もう一回言うと、人間の身体はそれ自体が自然物であるのになぜ自然時間と異なった時間の速度で生理過程を演じるようになっているんだろうという問いは重要な概念がいわば不在なしは欠落というために、当日自身が不運命、なぜなら生理過程の時間はこれも自然時間です。したがってこれは正確に言うべきは対象物の変化の自然時間
に対して人間身体における生の時間という意味の自然時間、2つの自然時間の差異として捉えなければいけない。というのはこれそこが身体論に次に入っていく根拠だと思うけどね。だからそこ身体っていうのを入れないと生理過程の自然性を説明できない。そうです、ではこの問いは非常に不完全な問いだから、正しい問いは置けません、と思います、で、そうするとですね、今度はそれに対してこの問いに対してですよ、今、不完全だけど正しい問いに直したで回答はこうしてる。次のパラグラフですね、ちょっと読みますね、次のパラグラフの3行目です。今のところ人間の身体内における生理的な過程は自然の全ての変化過程のうち特定の時間の速度の範囲を選択しており、この範囲は複雑な生体反応の相場によって決定され合う特異性を選んでいるというわけないんだ。これは回答ですね。これは正しいですね。これ以外に答えはないでしょうね。したがって先ほどの問いに対する回答というのは、人間の身体における性的な過程というのはある特異な過程、特異性と言いますか、これは特異性という表現を使っているので、ある特異性というものをこう選択的に構成しているということですよね。もうそれしか答えられない とすると、とするとですよ、これは確かに非常に正しいんだが、これはほとんど何も言ってない、ほとんど何も言ってない、わからないに近い。つまり人間の身体にいくら生理過程は分かりませんよと言ってるのに近いですよね。まあ、予見とするしかないと、というのも、これ目の構造全体がそうなってるんだよね、これ、だから僕これ一番最後で言うと、あ、別の言い方はどうでもいいよみたいな、いや、まあ、あの、分からないっていうことは、あの、特に理論的な概念で言うと否定的な意味で言ったわけじゃなくて、そういうことなわけですね。我々の現在の自然科学、いや、僕はもっとちゃんと解明の度合いはもっと深いと思いますよ。だって例えばこの色彩心理学ね、これ形状と色と動きを全部抑えなきゃ心的な過程は捕まえないってこと言ってんだ。まあ、それはそうなんです。こんなの経験則から出てくる。まあ、それは、で、それを色相の位置をね、形運動と切り離してもう前提にしてるところではもうそこでずれてますよ。まあ、確かにここではそうですね、分けてますからね、形態と動き、運動といわゆる色相を分けたわけで、で、別な言い方すると、色の持つ、ね、問題点の複雑性っていうのを全然踏まえてないの、でも1970年時点で、いや、もっと前ですよ、ね、これ書かれてます、1970年、だから多分僕ポンティの目と精神が訳されてたのかどうかちょっと確認はしてないけども、少なくとも書かれたのはもう1900年ですから、あ、そうですね、だからメルポンティの現象学的な方法論をね、相当意識したのかしてないのか、あるいはそれと違うものをしようとしたのかっていう感じは受ける。そうね、ポンティ全く気にしないもんね、全然触れてないですよね、そこは。いや、まあ、それは一応まずテキストを即して読むってことですから、そうするとね、そうした上でそういった回答をした上でもう一度問い立てるわけですよね。それが根本、この目の視覚における基本的な問い、どっかというと4ページの後ろから第2パラグラフ、これですね。ところでです、目の知覚作用のうち真に心的な過程と考えられるものは存在するだろうか、そして存在とすればそれは何だろうか、これが問いですね。そうですね、つまりこの目の知覚論全体の問い、これですよね、で、それに対して回答を与えるということですよね。回答が出てないね、まあ、そこから全然出てないで、そうすると、そうするとね、この問いには2つの、いわば前提、まあ、一つの前提と言ってもないことなんだけど、前提は知覚作用と神経過程というものを区別した上していると。したがって知覚作用には自然過程と神経過程2つがあるというふうに分離した上で、そしてこの神的な過程を取り出そうという、これ問いですよね。で、
とするとそれに対してどういう回答を与えているかというと、今度はその回答のその導入として5ページの上段でこうもう一回別の問い出すわけですよね。どういう問いかってことですよね。上のパラグラフの3出さないからところがあるとですで、問題なのはこのように機能的に分担され、また前後する刺激の次々の伝達によって脳の視覚中枢に情報刺激の相対が到達したとき、この刺激情報の相はなぜ、いかにして対象物の相対を再現できるんだろうかとですね。で、この問いは実は前に言ってる最高勢力という概念をもう一回持ち込んだ形で問いを立てているということですよね。最高勢力が存在する。とすると、ここまで来ると進展過程と最高勢力、なしは高勢力はもう同じものですから考えてるってことですよね。とすると、これは一応控えめに言いますが、ある経線引くができる高勢力という少し用を使えば構想力という用語として、あるいは想像力というとちょっと行き過ぎかもしれないけど、想像力、構成力、構想力といった概念系の要件性に比べる。で、そう僕なら術後作用って言っちゃうけど、なくてもね、うん、でその上でその、うん、再現できるだろうかっていう問いを立てるってことですよね。でこれは別の要素は能力に関する問いですね。能力、術後作用設定しないと能力になっちゃう。で、そうするとね、ちょっといいのか大事だと思うんで、だからここのね、前の次々と伝達によってっていうところがいわゆる整理過程でしょ、うん、そうです、うん、それでその最高勢力がない限り全体像は生まれてこないよっていうところが心的過程、そうです、うん、これ根本問題、うんうんうん、でしかもこれ先ほど構想力っていうのを意図的に述べたんだけど、うん、その問題に当然つながってくるって感じですよね、うん。でそれは主観の問題じゃない、ね、主語主体の問題じゃない、ね、術後性の問題だ、ね、うん、そうですよね、そうだと思います。主観の問題に関連してはいけないんだけど、まあ、ちょっとそこは置いといて、でそうするとね、ここでもう一度それでまあうまいことなんだけど、吉本さんにしたらとね、こう確かにこう言ってるわけです。一番最後の5ページの一番最後の文、上段のですね、そして再現できると考える場合には整理過程ではなくそれ以外のものでなければならない、そしてそれ以外のものとは心的な過程と見やすい業界に実はないように思われるということで、まあ一応吉本さんに用語に使えばここで述べられている、うん、さてそうするとですね、今度は次のそのじゃあ心的な過程というに対してある義理を出して、義理に対する反論が出てくるんですね。で反論で、あの論で展開している付け加えた論なんですけど、ちょっと読みますね。5ページ一番下ですね。これを否定、まあ、前の否定と読みません。これを否定することができる唯一の根拠は、そもそも視覚系の構造においてここで周囲に考えを目指していること、そのことはまた心的な構成力、構成によるものであり、言い換えれば視覚系の刺激分担を像に変える再構成力は心的な過程ではないかという解釈自体が高貴な心的過程に補正されて矛盾が存在しているところだけである。で、ちょっと始まりますね。一応定義しているので、このような矛盾を演じられるという機能を私たちは心的な形にしていないか、ということで私たちは身体の整理過程がそれ自体で矛盾を作り出すときは常に心的な過程を生み出すという規定を設けることにすると、ちょっと読みます。で、ここでですね、その吉本はその心的過程というのを最高勢力と言っておきながら矛盾というようなことを持ち込んでる。で、ところが適切に読むとこれは矛盾として述べてるが、矛盾として存在しても読めない、ここは。つまり矛盾という用語法が極めてその拡張されて、いわば意味が喪失という形で使われているようなもの、この部分では。つまり矛盾と言わなくても単に最高勢力、高勢力というふうに言ってしまえるわけで、この高勢力、最高勢力を
いわば真という成果ってそれ以外が矛盾を生み出すっていう言わなくても済む。とするとここのいわばその、問題というよりはこのその矛盾という概念の方に持っていくのではなくてですよ、この最高勢力っていうのはこれは西洋哲学の歴史からいけばデカルトですね、基本的に。あのもうちょっと丁寧に言えばここで言う心が存在してるっていう意味での最高勢力っていうのはもうちょっと考えるってことですので、そのような意味ではいわばデカルトの我を思うという点に極めて近い、かつその延長線上のカントの構成力の議論ですね、いわば計算いけるとすると、一つ立ち止まり考えなきゃいけないのは矛盾という概念を持ち込むということのいわば両断概念は多分デカルト・カントの系ではなくてヘーゲルにおける議論、精神現象の議論というものを接続させようという、そういう理論的なですね概念上の配置があると見やすことができるんじゃないかと思うんですけど、どうでしょうか。うん、最初からそれで、うん、そうです、吉本さんをデカルト主義と言いたいわけ。やっぱり吉本さんの何でそういうふうに位置づけるんだって、吉本さんはヘーゲル主義だよ。そうすると問題はこの矛盾と矛盾、最高勢力を説明するときに、いわば身体の成果ってそういったような矛盾という言い方で飛んでしまってるというね、ここの感覚ですよね。いやだから、ね、別な言い方するとヘーゲル的思考形態に立脚しながらヘーゲルを超えようとしたのが吉本思想なのよ、うんね、でそれがもう鮮やかに出てくるのは了解論なの、僕に何でもいいけど。だからそのつまりヘーゲルを超える、どこでヘーゲルを超えられるのか、どこでヘーゲルを超えることがマルクス主義にならないで済むのか、ね、そこの思想的葛藤を吉本さんってそれは僕相当意識的に突っ張りながらやってると思いますよ。うん、そうだね、うん、で論理的構築でヘーゲルより優れたものってやっぱり ないの、うん、だけどこれヘーゲル勉強してるのも僕は なんですけどね、あのつまりドイツ語で主語と述語があるんですよ、ヘーゲル。あのだからカントも日本語で主語と述語ないんですよ。そうですね、それをね訳せるはずがない、僕から言わせると。だから訳した瞬間にヘーゲルじゃない観念世界がストーンと張り込んじゃってて、そこの飛び越えをね、僕はいわゆるヘーゲル論者なりヘーゲルを翻訳してる人も全部そうなんだけど、全然自覚に乗せてるっていうふうに思えないんですよ。で吉本さんはそこをそういう言語的自覚には載せてないけども、思考の構成としてなんか変だみたいなのをね、なんか背負ってたのが吉本さんなんで、僕からすると、うん、そういうような方でしょうね、うん、まあテクスの場合もちょっと読んだ上で現実なわけですからね、うん、昔あの西部でヘーゲルの講演やった時に、あの大論理学もう訳が全然間違ってるって言ってましたね。吉本さんね、自分で考えてみれば分かるんだろうね。だからありえないんだよ。だってあ、いやなってないじゃなくてありえない、訳者が分かってるように分かるわけねって。特にね、あのカントなりヘーゲルみたいに厳密に論理構成してるものの訳はまず不可能、絶対に。じゃあ日本語ドイツ原文で読んでるかって、ドイツ原文で読んでる日本人は頭の中で死後術語がなく読んでるからね。で僕はあの翻訳して本当にね、自分実感的にそれを分かったのだから、前に僕言いましたけど、僕構造主義をスペイン語で勉強したから、それでフランス語を読んだ時に違いにぶっ飛ぶやん、全然違うね。それで英訳読んでみたらまだはるかに違って、日本語読んだらめちゃくちゃなんだこれはっていう実感論だよね。そこからあの自分の思考を動かしてますからね。スペイン語とフランス語とか英語とは違いはどういう感じ？もうね、あのね、スペイン語で読んだ時ってね、べっちゃんこなんですよ、構造主義の理解、フーコーの思考性が。
でフランス語で読んだのね、そのぺっちゃんこにね、ちょっと実感的な言い方しかできないけど、もうなんかこうジグザグみたいなのが入ってるの。英語で読んだらその名前全部消えてるの。日本語はもう、ね、もうやばめちゃくちゃ。自分の思考形態がもう何年何年かわけわかんなかった。それで僕は原則的に日本語の翻訳書 のそのなんていうか語訳をフランス語でチェッキングしながら意味がわからないところを英語でチェックするってやり方だった。そうすると僕なりの理解ができる。そうするとその僕の理解がその風光研究者の中では風光じゃないって言い方をされた。僕からすればざまみろって感じですけどね。でそこのところで僕はだからお互いに直接で了解できたのはラビノと意見が一致した。ラビノは英語で読んでても全然違うんです。おかしいと思います。でそれはフーコも分かんなかったらしい。もう言語構造っていうのだから僕はすごい大事だと思ったのは、言語構造っていうのはその完全に規定しちゃうんで、それが言語ランガージュのね、言語構造とランガージュの言語活動とのこうズレの中で起きる思考の中の動きなんですよね。僕は山本節田の風光権力論入門と方法論文を読みながら全部著作を位置づけていくってやり方しかできなかったんですけど、翻訳でそのフランス語とか英語とかは買うには買ったけど使ってないっていうか全部置いてあるんで、だから別な気がするとフランス語で読まなきゃダメなんだよ。ヘーゲルはドイツ語読まないとダメ。それを翻訳なって世界を知的、僕の言い方ってエセ知的的な形で組み立てることの間違いです。でそれを僕はフランス語が難しいですから、それは別の言い方するとそれは永遠にフーコーは理解できない。つまり知的な努力っていうのはそこまでやらなきゃダメなんですよ。で俺僕なんて語学なんて本当にできない人間なんだから、こんな語学のできない人間がこんなに悪戦苦闘してやって精一杯なんです。だから僕はドイツ語の悪戦苦闘ができない。ちらっとドイツ語見たりするとね、すごい逆に言うと簡単ですよね、明快になっちゃう。それ多分ドイツ語の論理構造がそうなんですよね。またこっちがあんまりドイツ語分かってないからそうなのかもしれない。絶対に翻訳なんて不可能だ。自分でやってみたら痛感しますよね。吉本さんなんでヘーゲルを読めるんですか。いや自分で思考してるからですよ。自分で思考してるから読んでみたらこれおかしいってすぐ分かる。だって対象で議論してることを自分なりに考えてみたらそうならない。翻訳それで言うと資本論も日本語訳この前なんか全然間違ってるって話聞いたんだけども、ちょっとだから、まあ、だからドイツ語を日本語に訳すことはもう不可能。この四五術語言語だから前にも僕言ってるように、私は山本です、アイアム山本って訳してるようなもんですよ。これでそれ今度逆にね、五輪書や西田 の翻訳なんだけど、もう英訳笑っちゃうよ。もう離れてとかなんとかって、ね、ひじゃないですよ。もう全然もう腹かいて笑ってしたくなるぐらいめちゃくちゃ。それが同じことが起きてると思いますよ、逆転現象で。だからドイツ人、本当に日本語ができるドイツ人がヘーゲルの、ね、理解できる知的な人間がヘーゲルの訳を読んだら笑い出すと思う。そのぐらい隔たりとかやっぱ
まあ、そういうもんだろうと思うんだけど、かつ現実的にいる翻訳がルースされていて、それなりにこう読まなくちゃならない現実があるわけですよね。読まざるを得ない。その辺の中間領域はどういうふうに処理していったらいいんですか。いや、たかだかアドゥルズ語りって欲望世界について考えたんだなって、そのぐらいの話です。それ以上何もない。フーコーってなんかセクシャリティについて考えたんだなと、権力について考えたんだなということだけ、うん、でそこから先はもう翻訳じゃなくて原文読むしかない、うん、だから翻訳の意味ってのはその程度しかない、うん、厳しい、うん、それほど別に言うけど、それほど知的な領域っていうのはシビアなもんだと、うん、でそれがいたずらの商業出版でね、ダーッていっちゃう。でその時本当に日本語に切り替えようとして役者たちが本当にやってるんだろうかって話ですよ、うん、やってないの、うん、機械的にやってるだけだもん、辞書的に。で今の若い連中らがフーコーの翻訳やってますけどね、やっぱりそれは多分歴史的な蓄積の中での一定程度の成果なんだと思う。ちょっと正確になってきた、近づいてきた。でも本当間違いだらけだけども、何かちゃんと近づいてるんですよ。だからそういう意味で言えば、こういう中村雄二だとか渡辺守明だとかっていうデタラメな翻訳があったことによっての結果なのかもしれない。それちょっと僕そこら辺のとこ分かんないですけど、ね、ただ別に言うと若い人たちはもうかなりフランス語を自由に、ね、向こうで暮らしながらやってるから、考えるとそこは身体化されてできてるのかもしれないし、そういう言語了解を超えるようなねものが。だから今の僕若い人の役にイチャモンつける気は全くないです。間違ってるけどもそれにイチャモンはつけない。ただ渡辺守明だ、蓮見だ、田村さんもこんなの本当にめちゃめちゃ中村隆二も含めて、ちょっとよろしいですかね、うん、テキストを即したいですね。で先ほどの議論の延長でいくと、2と3が差し当たってですね、まあ色覚色仕事に関する論略なので、理論問題だけに焦点を当てるとですね、2と3の大部分は一旦飛ばして、それで3の一番最後に考えればいいってことですね。3の一番最後は9ページのですね、一番最後のところ。でここでですね、再度その問題を提出してですね、再度問題を提出して、どういうかと言っておりますね。ここで当面している問題は、依然として目の生理的な過程の問題にわからない。そしてこの過程のうちに最も重要な要素であると考えなければならないのは、自然の過程と人間の過程、ページ9ページに一番下段からですね。もう一回言いますね。ここで当面している問題は、依然として目の生理的な過程の問題にならない。そしてこの過程のうち最も重要な要素だと考えなければならないのは、自然の過程と人間の生理的な過程とが時間的にずれを生じ、空間的な全体性と部分的な限界性との差異を持つということに記せられると。今これがいわば再度問題を提示して再提出化した部分ですけども、もちろんここの部分でも実は心的な過程というのがここでは表現としては決着してますけれども、一応ここで再度提示してる。でそうですね、その後読んでその了解するという概念を持ち込むんですが、ここで一つ問題をですね提示してみたいと。ちょっと読みますね。10ページの上段の、見ることの過程を目が対象物によって選択されて到達している光線の網膜の需要と刺激に変えられて伝達させる需要の相対を了解することの2つの過程に分離して考えするとき、この過程にはいつも若干の許容性または確定性が存在するように思われる。
この許容性は対象力の運動や変形がある範囲内の速さと幅であるときにはそれを運動と変形と見なさないことができる、こういう状態を見ることの際は作らすことができるらしいと述べていますが、ただ問題はですね、ここで一応自然過程と心的過程というのを2つに分けた上で、心的過程を了解するという用語に限定してしまった点、心的な過程であるならばこれは関係付けと了解付けの2つの作用の何らかの総合で、まあ一応ベクトル変容であるはずだにもかかわらず了解することだけに限定してしまった点が、これは理論的には非常に大きな問題があるんだと思うんですよ。うん、というのもまだここで関係付けと了解付けがまだはっきりしてないってことです。そうですね。むしろそこの領域を開いていく過程の中で対象物と了解作用との違いをね、設定して。ということね。うん、で関係付けの領域までまだここの時点では身体論を入れていかないと多分出なかったってことなんでしょう。論述の過程なんか記述の過程上の問題だってことですね、うん、ただですよ、ただとは言ってもすでに序論があるわけですから心的いやだから序論と本論とのねその区切りとあのところにこの目の構造が入ってるってことのなんか意識的無意識的ななんか縁ですよ、うんうんうん、まあ、正確に吟味する正確に解釈するなとすると少なくともここでは目のいわば対象物の需要過程というのは心的過程を了解的に限定してるところですよね。ここではいやそれなくて了解という域があるんだということを浮き出させたんだよ。了解作用っていうのがあるんだ、まあまあ、でもねだって単なる需要じゃないよっていう、うん、そうか。だから 目というものが単なる物体的生理的なものじゃなくてそれが心的あるいは思考的作用関連作用にどう関わるのかをつかもうとしたんです、うん、あそう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 です、うん、そこはそのとおりだけどね、うん、いや受け分かりましたと。そうか、あとですねそれを受ける形で今後4の一番最後のパラグラフでこう述べてるんですけど意味との関係ですけどねちょっと読んで提起したいんですけど、そうだとすると目の知覚作用の全過程のうち知覚に意味を付加するのはどの部分の過程だろうかという問いが当然やってくる。そしてこれに対する有効な問いは答えは対象物が一旦網膜上に受容されるや否やこの意味の付加作用はすぐに始まり全過程に渡り行くだけで生まれる。そして目の知覚作用に意味を付加させるものはいずれにせよそのちょっと違っているその個体の全体的な意味付けの意識の内容であると述べてるんですけどね、最初の問いというのは最初の問いというのは目の知覚作用の全過程のうち知覚に意味を付加するのはどの部分の過程だろうかと述べてますけどね、この問いというのは構造上は目の知覚作用があってここには自然過程と心的過程があるとというのを前提の上で生理的過程とね、うん、自然過程、うん、まあ、うんうん、でそうするとね知覚に意味を付加するのはどの部分の過程だろうかといった時には当然この全体の論の構造から言うと心的過程であるとしか言いようがないと思うんですよね。回答はもう一回言うと目の知覚作用の全過程があってそこには自然過程、まあ、生理過程があってもう一つは心的過程があるわけですから知覚に意味を付加するという場合は当然この心的過程が意味を付加するというふうに当然回答になるわけだけども、ところがこの回答ではそういう回答ではなくてこう述べてますよね。対象物が一旦網膜上に乗されるや否やこの意味の付加作用はすぐに始まりと書いてるわけだから、これは明確な矢は分離がなされてないんじゃないでしょうかね。違いますかね、うん、つまり生理過程というのは自然過程と心的過程としての意味の復活の過程とが明確に分離されないんじゃないですかね。ご
思うにっていうことで今の、思うにその吉本さんここで言いたかったのは、整理過程がまずあって、それで了解過程が後工程としてあるっていうより、整理過程と心的過程っていうのは同時的に始まるんだっていうことを言いたいんじゃない。その前過程、後工程、前工程、後工程ってじゃなくて、同時的にその工程は、始まるんだってことがここで吉本さん言いたかったんじゃない。その解釈も、いや、ちょっとその前にね、ちょっと戻すと、整理過程と心的過程との違いは何かというと、時間のズレですよね。違うよ。時間のズレで吉本さんが言ってるのは、自然時間と、整理過程の違いを吉本さんは少なくともここで議論してて、吉本さんの時間は、心的時間の問題はここに一切出てきてない。心的過程の時間の問題はここに出てきてない。心的過程の時間も出てない、うん、ですよね、うん、だから量、いや、ちょっと、やっぱ、時間という用語は確かに出してないという意味ではそう考える、うん、時間という用語は了解するとの関連付けで時間という用語は確かに出してはいない。だから一番のところもそうだけど、うん、吉本さんが出している時間はここの中で言えば自然界の中の時間と、それから身体の中の生理的な時間との差異っていうことだけを問題にしているよね。それが錯視の、錯視が起きる原因だっていうふうに言ってるよね。うん、そうか。じゃあそうすると僕の問題点は、私が時間概念で囲んだ時に、了解概念っていうのに時間概念を関連付けて心的な時間と出したことが問題だよね。うん、あ、そうか。じゃあ時間という概念を持ち込まないとして、今言った了解の時間概念を持ち込まないとして、そうすると目の知覚作用における整理過程と知覚における心的な過程、これは関係と了解の話ですよね。いや、そこはちょっと、そこは行き過ぎたよね。ここの根源とすれば、時間ということで、木場さんが言いたいのであれば、ここで言おうとしているのは同時的に始まるよっていうことじゃないですか。自然時間においてはね、自然時間が違う。自然時間はもう、離れて、自然時間をどう定義するかって木場さん言ってたから、自然時間を生理的な時間も自然時間なんて実は、まあ、そうだけど、うん、ここでもっと議論するんだったら、生理的時間と生理的過程と心的過程で話した方が、少なくとも吉本さんはここではそう言ってると思う。申し訳ないと、対象物の変化に関わる生理的時間と、うん、人間の身体の生理過程の心的時間と、生理過程の思考が分かれてる、うんうん、この2つの時間、うん、今ね、うん、でそうすると、うん、それでもちょっと単純化して、また単純化していいですかね。単純化してるのは、ここからここまでがさ、ここからここまでが吉本さんで言うと生理過程で、この中で再構成するっていうのが心的過程でしょ。そうです、うんうん、それは同時的に始まってるよ。僕はただもう知覚論ね、知覚論、感覚論、それが感官という領域から離脱して心的関連的な領域とどう関わるのかなっていうのを考えていくときに、吉本さんがここで葛藤しているようなことを踏まえてそこを考えましょうっていうぐらいのことなんだよね、この目の知覚論。その時この色相色っていうのはもっと総合的実合的世界に付知されてますよっていうのはこちらが踏まえてやってる。話が全然それますけど、ゲーゲの色彩論っていうのをかなり吉本さんが言ってた時期があったんですよね。あ、そう、うん、三木茂とかなり晩年に結構言ってた、今の話とどう関わってくるのかなって。僕はゲーテの色彩論ちらちらっと見たんだけど、なんかピンとこない、うん、かなりねこだわって
って若い頃なんか言ってたな、うん、そういうブツブツブツこうなっててだから色彩色っていうのはありますよね、だから色っていうのはね、色へのこだわりはもう絶対なんですよ、うん、本当、うん、あの吉野さんか自分の専門科学は確か色でしたよね、あそうか、自作のね絵の具って言ってたのな、うん、うんと、うん、そうだと思う、まあ、確かに資料集で色彩論っていうのがあったよね、あった、と敗北の構想作ってたんだよ、うん、奥野武雄と二人で、うん、絵の具をな、うん、断りは、まあ、そういう現象しか知らない、そういうことしか分かんなくて寂しいんだけど一応確かめてそういうことがあったよっていう、だから僕のその日本の神聖は線、色、立体なんですよ、あのロジックとしてね、うん、線って一体何なんだ、色って何なんだ、じゃあ形立体になるって何なんだ、でそれをあの何だっけ、立体のところでは水っていうふうに設定して考えた、単純な発想ですよ僕の場合は、だからその時色っていうのはもうすごい難しい領域だなってことでこれやりながら気づいて、で梅田宇治も読んで、何が何だか本当に日本の色ってのすごいなって、ちょっといいですか、今の点で確認なんですけどね、そうそう、先ほどのやり取りの確認なんですけど、目の力作用っていうことで人間の身体の性的過程があって、それで自然過程と、そして、心的な過程がある、そこの過程が同時、この過程同時、つまりこういうところの対象物が一旦網膜上に除されていないや、この意味の復活が始まり全過程に渡るってことですから、人間の身体における知覚の受容過程、これは目ですけどね、知覚の受容過程という意味での生理過程と、そしてその生理過程とは異なった心的な過程、これがいわば同時に始まって、したがって意味の付与というのは生理過程が始まると同時に心的な過程が同時に始まり、そのことによって同時にその生理過程に意味が付与される、そういうふうにここで読むということでよろしいんですよね、うん、いや、そういうふうに読みたければ読めばって、いや、いやまあ正しい場所ではないんですよね、いや、だから正しいとか正しいじゃなくて、ここではまだそういう領域はっきり出てない、抜き付けと業界のズレとかはここで言ってないよね、そこは別のところだよね、病気のところとかね、いや、まあ、この部分の解釈だけですから限定してる、うん、だから僕なんかはこれを見ながら術後理論をやるときに生理的な過程をどう排除したらいいのかなっていう問題定義として僕なんかはこれを、うんうんうん、色彩ってなんか普通理科の式で言うとなんか光でいっちゃいますよね、いっちゃいますよね、光で線も出るし、光の性質で色が出る、同じように考えてるけど、これは違って違うってことですね、これはもうあの色彩論を見てると全部そうなってます、基礎的な質問ですよね、術後理論っていうのは具体的にどういう、いやもう先ほどの、ね、日本語に主語がない、だからその術後という形で表現されて思考して物が作られている時のその領域をどうするか、それが今僕が一番考えているところ でそこは感覚や心っていうふうに日本で言われてた領域に引っかかるんですよ、でここではただその本では物だから物悲しい物寂しいの物物の負の物物のけの物とかね、そういうところを日本人って感知してた、それはもう主観でも客観でもない、それを術後っていう、でその理論的な縁は西田の術後理論、場所論、そこをヒントにして、それで日本語の言語構造に主語がない、で物をだからいろんなこういうものづくりをしてても 客体物を作ってない、なんかどっかに心を込めてるというようなことをやってるようなことをどう理論的にこうやっていったらいいのかっていう、
とりあえず問題提出設定は僕したん で今一生懸命実合論の規定性なり概念性ってをどうできるのかっていろいろ考えながらやってるんですけど、それってちょっと考えたんですけど、ある種没入っていうことなのかなと思ったんですけど、没入という形の現象になって出ますよね、実合性は。なんか主観でもいいですけど、なかなかそこそういう意味の没入でしょ、だからなんか分析っていうのがないな。そう、いや分析がないんじゃないんです、逆なんですよ。分析が行き過ぎちゃって分析をしてないように見える、それは僕絵画みたいな感じだ。その絵画のその変形はねすごい分析で、でもその分析したっていうところを突き抜けちゃって日本人ってできちゃうんですよ。でそれを論理がない分析がないって言うんだけど、そうじゃなくて論理しきっちゃって分析しきっちゃって向こう側行ってからやってるんだよね。だから僕はそこでなされてる分析と論理を浮き上がらせたい、それを浮き上がらせた時に非分離だ実合性だっていうのを間に入れてる。ちょっと印象としてちょっと翻訳なんですけど、はい、ヘーゲルのその有論の世界、ある論の世界で、全然本質とか概念に弁証法的に登っていかないっていうか、包括されないっていうか、言うにとどまっている、状況なのかなって思って、僕はそれ批判的に考えてたんですけど、先生の場合はそれを突き抜けているっていう、そういう。じゃなくて、西田的に言うと、言うの領域を超えて、無の領域、絶対無の領域まで考えてると。でそれが日本の思考。で、そこら辺を今度、西洋思考は、その問題を設定はしたんですよ。だからニーチェ的に言うと S が考える、だから私は考えるの、一等が考えるんだ。で、カント的に言うと物それ自体があるんだ、でもそれは考えられないんだとかね、そういうような形で彼らが壁的にぶつかっているわけなんです。その先を日本は思考し、かつ物として表現しきっちゃった。で我々はそこをなんか直感的にかちゃんとできちゃうんですよ、恐ろしいことに。それに日本人自身が気づいてない。近代教育とかそういうものがないようにないように。そうそう、だから死後術後ね、壊されていくんだけども、それでもできちゃうんだけども、でも意識としてはそういうものはないんだっていうふうな感じで。逆なんですよ。ないものがあるかのように叩き込まれる。その主語があるかのように。主語があるかのように、だから社会があるかのように、国家があるかのように、ないものがあるかのように叩き込む技術と論理をこう近代論理とうまく折衷させながらやってきた。僕はこれね、前から言ってますけどね、東大の教授連中と絡んで相当巧妙にやったと思う。これ早く誰かが暴き出してほしいと思うんです。なんか政治的にやった感じなんですか。もう僕はね、相当意図的にやったと思う。だからそれが政府御用学者っていうようなことじゃなくてね、だって時計座世紀みたいなこんな国語論理がそこの中にあるということ自体は考えられない。で、昼松渡みたいな頭のいい人があんなバカなこと言ってるのに何だろうと思うもん。で、罰になった時は完全意図的だしね、おかしいですよあれ、どう見ても僕は。何が一体日本で起きたんだろう。よろしいでしょうか。5に入ってですね、理論の限界付けに関する話を少ししたいんですけど、ページと12ページの下段で、理論の限界いきましょうか。その目の構造論における色近くの問題の限界っていうのを含んでるので、ちょっとあと12ページのですね、下段の第2パラグラフですね。だが色近くの人間的な過程ではどうだろうか。私たち側の対象物はこのような色相で見えるが、目を窓口とする人間の身体はどういう過程を経てあの対象物はこのような色相として見えるのかというと驚き、
ここに介在する困難はさっきの場合と違って色近くの人間的な過程がうまく理解されないところから来ており、従ってこの困難はかなり本質的な問題と言ってよいということで、ここでいわば色近くに関する、まあ、目の構造の特に色近くにおける理論的な解明の限界、まあ、理論的な限界付けをやっていると。でここで一旦止めると、こういう限界付けっていうのは先ほど述べたように目の知覚論におけるやっぱ知覚の本質的なあり方に関する心的な過程の分析ができない、より正確に言えば人間の身体における正的な過程と知覚における心的な過程の関係づけっていうのが理論的に構成できない、構成できないっていうよりもそこは本当に難しい問題で、そこへ取り組まなきゃダメだっていうことで、で、まあ一応そう、どうなんでしょう、もう少し強い言い方できませんかね、もう少し強い言い方、もう少し強い言い方っていうのはここの用語を限定すれば人間の生理過程のその在り方と知覚における心的な過程のこの関係は理論的に分析できないというふうに強く言い切ることができますよね。逆で生理過程的な領域をどこまで外してちゃんと本質に近づけるかってことだ、うんうん、逆ならね、うん、私が思うには、その自然科学ってやっぱり限界だよねっていうことはいいでしょう。いや、ちょっと待って、それは単純が過ぎて、いやいや、南雲さんの言い方が正しい。そう、いや、だって、吉本さんは最初に3つ挙げてるじゃん、目の構造と対象物の構造と媒介する光線で、残り2つは自然科学で、まあ難しいけど、自然科学の論理の中で、論理としては困難だけど、そこで扱えるよねって言ってて、でも一番は、そうじゃないんだって、もうそこで扱えないんだっていう構造ね、うん、そういう方ですよね、うん、扱えない、書いてると思うよ、11ページの下の中段のところで、そして対象物の構造と媒介する光線の問題を考察するのはいずれにせよ自然科学の問題であると言っている、だから残り2つは、自然科学の問題だって言って、目の構造のところは人間的過程の問題だって言うんだよね、うん、だからそこは、自然科学で扱えないよっていうことを僕ははっきり言ってると思うんだよ。違う、そこはね、私は言わなかったけども、今の点に言うとするとね、12ページの上段の前から5行目の第2パラグラフでこう言ってるんですよ、ここで扱われているのは色近くにおける人間的過程だけであるが、色近くそのものは人間的過程だけで成り立っているわけではない、と述べてるわけです、でそうした上でだが、色近くの人間的過程ではどうであろうかと問いを立ててるわけです、それでここで今、木場さんが読んだところは、色近くそのものは人間的過程だけではないというのはさっきの3つ全部が扱わなきゃいけないって言ってて、それで、後ろ2つは自然科学の、形で取り扱えるってことをここで言ってみる。いや、もちろんこれは 1,2,3 という意味で言えばね、2と3は自然科学の問題なんです、いや、それで今木場さんが読んだここで扱われているのは、色近くにおける人間的過程だけであるが、色近くそのものは人間的過程だけでは成り立っているのではないっていうね、この言い方は一番だけで成り立っているわけじゃないよって言ってる。そうです、1、2、3です、その通りです、それはその通りです、1、2、3です。で、問題は1を取り扱うときにどうするかって言ってます、そうです、もう小石すぎたんだけど、はい、一応一旦ここで時間がかかるということで、今度はやっと了解だね。そうですね、はい、そうです。ここはちょっと僕かなりシビアにやりたい、やっと
やっとくれた。了解の頭のところからですか。そうですね。どのくらいあれですかね。読んでると。どうでしょうね。まあなるべくこう区切りがいいところまで思い切っていった方がいい。今年終わんないですよね。絶対終わらないですよ。今年終わらない。初期条件の前までですね、はいはいはい、だから43、44、45、46って言ってる。今度9月8月になります。8月になります。よかった。はい、どうも。はい、ありがとうございました。